はい、どうもこんにちは、平塚 YouTuber 慎です。今回はですね、ラーメン藤丸っていうのが平塚の見附町にできたんで、本格二郎系というかね、神奈川県初進出がまさかの平塚ということで、会社から歩いて行けるところにできたんで、歩いていこうかなと思います。みんな少なめ普通半分があるんですけど、半分っていうのが一番少ないんですけどね、半分にした方がいいっていうのをみんなにお勧めされたんで、今回は半分で挑戦したいかなと思います。それでは行ってまいります。はい、というわけで今回お邪魔するのはラーメン藤丸平塚店ということで、ラーメン藤丸ね、関東に結構何店舗かあるんですけども、その神奈川の初出店が湘南平塚店ということで、営業時間は12時から15時半、一旦閉まりまして17時半から20時までの営業となっております。並びの状況により早めに終了する場合もあると書いてありましたね。定休日は月曜日と木曜日となっております。今回ですね、結構、開店の10分前に行ったんですけども、入ったのは12時半ということで、約40分待ちぐらいでラーメンまでたどり着きました。でね、今回頼んだ、ね、ラーメン半分200g ですね、頼んだんですけども、今980円ということで、半分にしても少なめにしても普通の量にしてもね、あんまり金額はね変わらず980円となっております。他のメニューはこんな感じとなっております。結構ね、トッピングも、ちょこちょこ増えてきたかなという感じでございます。二郎系オブ二郎系なんでね、麺マシマシみたいなね、ニンニクマシとかね、ちょいマシ、ちょい油みたいなね、結構トッピングのコールについてね、僕は二郎初めてだったので、結構ビクビクしながら行ったんですけども、結構席に着くと目の前にトッピングのコールについての苦いというのがありまして、結構ね、店員さんが一つ一つ聞いてくれるので、まあ、横にの人にね、沿ってこう答えていけば問題ないのかなと思います。まあ、こうやって言えばいいのみたいなことね、詳しく書いてあるので、個人的にはそんなに初心者の方でもいけるんじゃないかなと思いました。ちょっとね、抵抗あったので、僕はね、そういうところは安心していけたかなと思います。今回僕はですね、ニンニクのちょいニンニク少なめってやつですね。で、注文しました。いろいろね、ニンニク、何も言わない普通とかがなしで、少なめがちょいニンニク、ニンニク少なめ、普通量入れるときはニンニクって言って、ちょい増しがニンニクちょい増し、多めはニンニク多めみたいな感じで言うという感じとなっております。で、今回ね、麺量を減らしたんですけど、僕少なめじゃなくて半分にしたんですけどもね、生卵をつけました。無料でトッピングというかね、お好きなものを一つ選びくださいということで、生卵を選んで本当に良かったなと思います。結構しゃぶしゃぶみたいな感じにして、麺をね、生卵に入れて食べるんですけども、結構後半というかですね、生卵があると結構食べやすくなるんで、すごく重めのラーメンなんでね、生卵があると非常に食べやすく、あ、生卵があって良かったなという感じでした。前とかではね、生卵頼んでみてはいかがでしょうか。豚カス油とね、野菜増し、ちょっとね、挑戦できなかったかなという感じですね。生卵で、ラーメンの様子は大体こんな感じですね。結構200g でも結構多かったんでね、挑戦される方はね、あんまり少食かなとか自信ないかなって聞く方はね、半分か少なめをおすすめします。ということで、ラーメン藤丸さんね、ツイッターでいつも最新情報をツイートしており、他にもね、メニューの食券機の情報などもね、載せておりまして、他にもね、バイト情報とかも載せているので、皆さんもね、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。結構平日でもね、こんなに並ぶラーメン屋、久しぶりにこう並んでご飯食べたなという感じで、非常に美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、というわけで今ね、藤丸食べてきました。今ラーメンね、少なめじゃなくて半分、普通と少なめと半分があって、一番少ないの半分っていう、でも 200g とかなっていうのを選んだんですけども、結構あんまり僕大食いじゃないし小食な方だと思って、それで結構腹いっぱいって感じでしたね。なんか少なめとか普通をまず選ばなくて良かったなというか、多分選んでしまったら残してしまうかと思うんで良かったなという感じで、あとはまあ二郎という感じで、その油多めでね、結構めちゃめちゃ重たい系のラーメンかなという感じです。ごちそうさまです。結構11時50分ぐらいに着いて、入ったのが12時半ぐらいで、
提供されたのがそれの5分後7分後ぐらいかなって感じで、今出終えて1時ちょっとぐらいなんで、そんな感じです。でも店出た後まだまだお客さんが10名以上いらっしゃってましたね。で中も待ち合いいらっしゃってたんで、まあ、まだ1時ぐらいでまだ15人待ち、まあ、店内合わせですけど、そんな感じでした。まだまだめちゃめちゃ混んでますね。ごちそうさまです。